では今日はお腹の筋肉を意識して行うドローインということをトレーニングをやっていきたいと思います。まずドローインのやり方は上向きに寝ます。でこの状態で足は立てといても構いません。腰が浮かないように少しお尻を上げて調節して、ここの腰の間の隙間を埋めてください。この状態で大きく息を吐きながら、このお腹の筋肉をへこませるというトレーニングをやっていきます。息を吐くときにお腹を前後左右からぐーっと押し出して空気を出すようなイメージで行ってみてください。これをすることでお腹の中の圧がかかり、しっかりお腹を支えることができますので、腰痛であったりとか、産後でお腹の筋肉が使いにくい人にはとても有効です。だいたい10回から20回を3セット分行っていただくと、しっかりお腹に効かせることができます。ドローインというのはこういう仰向けだけではなくて、膝立ちでしっかり支えた状態、この状態でも中をしっかりへこませながら息を遠くに吐き出すようにしていく。そうするときに意識してほしいのは、お腹の腹横筋、腹斜筋と言われるようなお腹の中の筋肉をぐーっと絞ることで息を遠くに出し、腹圧をかけるということをしていきます。これは膝立ちだけではなくて立った状態でも行うことができるので、まず慣れていない人は膝状態でのドローインをする。慣れてきたら次は膝立ちでドローインをする。で、普段立った状態でもドローインをして、このお腹の腹圧をかける、お腹の力を入れるという感覚を作るのには、このトレーニングはすごく大事なトレーニングなので、ぜひ合間の時にもできる簡単なトレーニングですので、しっかりお腹の意識をするということを、重点的に行いながらこのドローインというのをやってみてください。